ホームチャンネル。はい、今霜降り高原の ここは霜降り高原バス停のところに着きました。で、今からですね、この小丸山展望台っていうあちらのですね1445段ずっと登って約40分かかると言われている展望台の方に今から登りに行きたいと思います。一応ですね、こちら登り終わった後はですね、なんか登頂証明書みたいなのがもらえるらしいので、それをですね目当てにちょっと登ってみたいと思います。